皆さん、こんにちは。今回は芸能界を揺るがす大きな騒動、タレントのフワちゃんによる不適切投稿問題とそれに関連する様々な反応について詳しくお伝えします。まずこの騒動の発端を振り返ってみましょう。2024年8月4日、お笑い芸人のやす子さんが X に、やす子オリンピック生きてるだけで偉いので皆優勝ですと投稿しました。これに対しフワちゃんが、お前は偉くないので死んでください、予選敗退ですと返信したことから大きな波紋が広がりました。この投稿は瞬く間に拡散され、多くの人々の目に触れることとなりました。フワちゃんはすぐに投稿を削除し謝罪しましたが、炎上は収まりませんでした。その結果、8月5日深夜の日本放送フワちゃんのオールナイトニッポンゼロが急遽放送休止になるなど影響が広がっています。この騒動に関連して、モデルでタレントのアンミカさんの対応が注目を集めています。アンミカさんはフワちゃんと親交があることで知られていますが、彼女のインスタグラムに、フワちゃんからのやす子ちゃんへのいじめをアンミカさんの指導でやめさせてくださいというコメントが寄せられました。これに対しアンミカさんは非常に丁寧かつ誠実な返答をしています。ご心配おかけします、すみません、いつも厳しく伝えているのですが力不足ですみません。本当に今回のことは強く相手を傷つける想像力の足りない稚拙すぎる言動です。誠心誠意謝罪したいとのことです。心から反省し、他者への想像力を持った思いやりを持てるようになり、言動が根っこから変わることを願っています。それまでしっかり伝え続けます。この対応が素晴らしいと評価され、アンミカさんの株が上がっています。彼女は寄せられる苦情や提言に対し一つ一つ丁寧に長文で返信しており、その真摯な態度が多くの人の心を打っているのです。一方、フワちゃんの今後の芸能活動には大きな影響が出そうです。日本テレビは行列のできる相談所からフワちゃんの出演シーンをカットする方向で調整中とのこと。また他の地上波テレビへの出演も当面困難になる見込みです。芸能陰と陽。さらにGoogle はフワちゃんが出演するピクセルの CM 動画を公式サイトで非公開にしました。同社は他者を尊重しない行為に関しては厳格なポリシーを有していますと説明し、今後の契約については Google のポリシーに沿って適切に判断いたしますとしています。このような状況の中、元 YouTuber の青木香音さんがフワちゃんの今後について興味深い見解を示しています。青木さんは、もし私がフワちゃんの立場で今後考えるなら、まずテレビでの活躍は厳しいって考えると YouTube だよねと指摘。フワちゃん登録者多いし、正直テレビ出られなくなったとしても YouTube の収益で痛くも痒くもないと思うと推測しています。しかしこの見解に対しては様々な意見が寄せられています。 YouTube の収益は昔ほど高くない、テレビや CM に出られないのは大きなダメージ、違約金の問題もあるなど、フワちゃんにとってはやはり大きな打撃であるという意見が多く見られます。特に CM 契約の違約金については重要な問題となっています。一般的に CM の違約金は契約金額の2倍から5倍程度と言われており、フワちゃんのような人気タレントの場合、その額は数億円に達する可能性もあります。これはタレント本人だけでなく所属事務所にとっても大きな負担となります。またフワちゃんの今回の騒動は彼女のブランドイメージにも大きな影響を与えています。これまで自由奔放マイペースといったイメージで人気を集めてきましたが、今回の発言によって他人の気持ちを考えない、言動に責任を持てないといったネガティブなイメージがつきかねません。このイメージの回復には相当の時間と努力が必要になるでしょう。一方でこの騒動を機に SNS 上での言動の重要性が改めて注目されています。特に影響力のある立場にある人物の発言は大きな波紋を呼ぶ可能性があります。 SNS の特性上、一度発信された情報は完全に削除することが難しく、瞬時に拡散されてしまうため、投稿する前に十分な配慮が必要です。この点についてメディア専門家は次のように指摘しています。
SNS は即時性と拡散性が高いメディアです。特に有名人の場合、その影響力は計り知れません。そのため、投稿前に内容を十分に吟味し、他者への配慮を忘れないことが重要です。また、炎上した場合の対応策も事前に考えておく必要があります。フワちゃんの今後の活動形態についても、様々な推測がなされています。テレビ出演が難しくなる中、YouTube などのネットメディアでの活動が主軸になるのではないかという意見が多く見られます。しかし、ネットメディアでの活動には、従来のテレビや CM とは異なる課題もあります。例えば、ネット上では視聴者からの即時フィードバックが得られるため、炎上のリスクが常につきまといます。また、広告収入も不安定で、テレビや CM ほどの高額報酬を得ることは難しいとされています。一方で、ネットメディアには柔軟性があり、自身の言葉で直接ファンとコミュニケーションを取ることができるという利点もあります。芸能、陰と陽、フワちゃんが今回の騒動をどのように乗り越え、新たな活動スタイルを確立していくのか、多くの人が注目しています。この騒動から私たちが学べることは多岐にわたります。SNS の利用には細心の注意が必要であること、言葉の重みを十分に理解する必要があること、そして一度発信した情報は完全には消せないことなどが挙げられます。また、芸能人やインフルエンサーなど、影響力のある立場の人間には、より大きな責任が伴うことも改めて認識させられました。彼らの言動は、多くの人々に影響を与える可能性があるため、より慎重であるべきだということです。同時に、誹謗中傷の連鎖を断ち切るためにも、批判的な意見を述べる際にも、相手の人格を攻撃するのではなく、問題となる行動そのものに焦点を当てることの重要性も再認識させられました。今後も、この問題の進展や、芸能界全体への影響について、注意深く見守っていく必要がありそうです。フワちゃん本人の真摯な反省と、適切な対応が求められる一方で、私たち一人一人も、SNS 上での言動について深く考える良い機会となったのではないでしょうか。最後に、この騒動が芸能界全体に与える影響についても考えてみましょう。フワちゃんの件を受けて、多くの芸能事務所やタレント本人が、SNS の利用方法や言動について見直しを始めているという話も聞かれます。また、企業側も、タレントを起用する際の基準をより厳しくする可能性があります。これらの変化は、短期的には芸能界に混乱をもたらすかもしれません。しかし長期的に見れば、より責任ある言動を心がける文化が醸成されることにつながるかもしれません。そして、それは芸能界だけでなく、社会全体にも良い影響を与える可能性があります。皆さんは、この騒動についてどのように感じていますか？ SNS 上での発言の責任や、芸能人の言動が持つ影響力について、改めて考えさせられる機会になったのではないでしょうか。また、アンミカさんのような対応の仕方についてはどう思いますか？今回の動画の感想や、扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そして、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。これからも、芸能界の最新情報と深い洞察をお届けしていきます。ご視聴ありがとうございました。